前表統領上田義太郎先生が天理教の目指す家族について語ってくださいます。今回はその前編。そもそも家族とは何か、夫婦とは何かという根本から考えを深めていきます。今日は天理教の家族観ということでお話をしたいと思います。はじめに一般的なことを申しますと、家族とは何かということを改めて考えてみるんですが、なかなかこれを明快に定義することは難しいものです。それというのも地域により、時代により、さまざまな家族の形態があるからです。しかしそれにもかかわらず、夫婦、一夫多妻や同性といった夫婦も含めて、その夫婦と子供からなる子孫を残すという生物の最も重要な営みを担う集団としての性格は共通しています。ちなみに動物界では一般的にはオスは子育てよりも生殖にエネルギーを傾けます。ただし鳥類の場合は両親が揃って子育てをするケースが約9割。他方哺乳類では父親が子育てに参加する種は 5% にも満たないそうです。その数少ないケースの一つがタヌキで、タヌキの父親は授乳以外は子のそばに付き添い、衛生や保温に気を配るといいます。タヌキ親父というのはどうやら子煩悩でまめな父親に対する褒め言葉のようであります。哺乳類でオスによる子の世話がまれな理由は、受精後の妊娠と授乳がメスのみに可能だからであります。人間の場合、なぜ父親が子育てを手伝うのかを生物学的に言えば、人は直立二足歩行をするようになった結果、産道が湾曲し難産の構造を抱えるようになった上、脳容量が増大したことによって一層の拍車がかかったことによります。その結果、人は未熟児の状態で生まれ、さらに成熟までの期間も非常に長い。もし母親だけで子育てをするということになると、養育負担が大きすぎ、次の子の出産もままならない。また、この生存率も低くならざるを得ないからです。もちろん、人の場合には、そうした生物学的な条件にとどまらず、社会的、文化的な要素が大きな意味を持っていることは申すまでもありません。家族の機能の最も基本的なものは、子供を産み育てること、すなわち子供の社会化ですが、その他にも生活の保持や成人の情緒安定機能などが挙げられています。しかし、こうした機能自体が変容しつつあります。今日、普通家族という言葉で思い浮かべるのは、いわゆる核家族、夫婦とその子供からなる生計を共にする集団でしょう。日本の場合には1960年代の高度経済成長以降、農村部から都市部へと人が移動し、それまでの親、兄弟と同居している、いわゆる拡大家族から核家族への変化が急速に進みました。一般的に言って、家族ぐるみで生業に従事した時代から、家族外に企業とか市場といった経済領域が形成されるにつれて、大家族は解体していきます。こうした我々が普通の家族と思い込んできた近代家族も、現在様々な側面で揺らぎ、多様化しつつあるのが実情です。離婚率や
非婚率の上昇、共働きなどライフスタイルの多様化、性の解放、男女の平等化と、家族のありようを変える様々なファクターが作用する中で、家族の孤立化から家族の個人化へと言われる状況が進行しています。このような状況下で近年、家族をめぐる様々な深刻な問題、例えば夫婦間の DV、親による子供の虐待、また子供が親に暴力を振るう家庭内暴力、さらには子供の不登校、引きこもりといった事態が生じ、そうした問題の背景に家族の崩壊が影を落としていると言われています。さて、天理教の教えに基づく家族の在り方ですが、その核心部分は元始まりの話に述べられています。天理教の教えでは、親子、兄弟という家族関係に基づく表現がしばしば登場し、いずれも重要な位置を占めています。元始まりの話は人間世界の始まりの話ですが、その中でまずおっしゃっているのは、人間は親神によって陽気暮らしをするために作られた神の子供だということです。すなわち神と人間は親子であり、人間同士は兄弟姉妹だと教えられます。したがって陽気暮らしとは、親神様を親と仰ぎ、その子供である人間たちが互いに助け合い、睦み合って暮らす究極の家族団らんの世界と申せましょう。親神様は陽気暮らしを見て共に楽しみたいとおぼしめして人間を創造されるに際し、まず何をなさったか。それは夫婦の雛形をこしらえることです。この間の消息をちょっと話において、神の言うことを聞いてもらいたいとの前置きに続いて、この世の字と天とをかたどりて、夫婦をこしらえ来たるでな。これはこの世の始めだしとお歌いくださっています。これは、悪しきを払うて助けたまえ、天理王の御子とと繰り返し神名を唱えて助けを乞い願う人間に対する神様からの応答です。助かるための大原則、枠組みを何よりも夫婦のありようとしてお示しになっています。このことからわかりますように、天理教の教えは夫婦のあり方に大変重きを置く教えだということができます。夫婦というものは天地抱き合わせの理をかたどったものであり、これは元始まりの夫婦の雛形に由来するというのであります。ここで天は夫父親、地は妻母親にそれぞれ対応しています。お筆先にはこの世の地と天とは実の親、それより出けた人間であるとあります。実に夫婦の一手一つの働きこそが陽気暮らしへと向かう家の収まり、世の収まりの元いであるとお教えくださっているのであります。人間が親神様によって作られ、天地の間、その懐住まいの中に、火、水、風の恵みを受けて、聖人の歩みを進めてきたように、人は皆、父母の慈しみと仕込みを受けて生まれ育つのであります。それがしょっちゅう地震で大地が揺れ動いたり、また暴風雨が吹き荒れたりするようでは、子供はたまったものではありません。怯え、行き場をなくし、ついには引きこもり、非行といった問題行動に向かうことにもなるでしょう。親神様の
広大無辺な御子の角目角目に唐の神名を拝し、その御子の理を系統立てて解き分けられたものを従前の死後と呼び習わしています。従前の死後については今日はお話しいたしませんが、その最も基本的なものは国と子たちの御事と主たりの御事であります。その死後の理の解き分けは、国と子たちの御事と天にては月、人間身の内の目潤い、世界では水の守護の理、表たりの御子と天にては火、人間身の内のぬくみ、世界では火の守護の理であります。これを整理しますと、国と子たちの御子と表たりの御子との対は、月と火、太陽、また水と火、これはファイヤーですね。天と地、父親と母親の対でもあります。これらが程よく調和の取れた形でそれぞれの役割を十分果たすところに万事が順調に運ぶのであります。しかしその調和が乱れると、例えば日照り続きで雨が少ないと干ばつになり、逆に日照が少なく雨が多いと例外になったりいたします。こうしたことを手がかりに親の役割について考えてみたいと思います。家庭崩壊など家族をめぐる問題の深刻化が言われるようになって久しいものがあります。家族の問題に関してまず責任があるのは親だということは誰もが認めるでありましょう。また親が親としての役割を十分に果たすためには夫婦の輪が欠かせないということもお分かりだと思います。実際子どもに関するさまざまな問題の背景に両親の不和が影を落としていることが少なくありません。また日本で青少年による事件が報じられるたびにしばしば指摘されてきたのは、父親不在、母子密着という家庭環境です。今日では職場と住まいの分離もあって、子供と顔を合わすことが少なく、子供のしつけや教育は妻に任せっぱなしという父親が少なくありません。しかしその限られた時間や休日を生かして子供に接することを心がけ、それなりに家庭内での存在感があればいいのですが、仕事を口実に家庭から逃避し、濃密にならざるを得ない母子関係に入り込めない会社人間の父親となると、甚だバランスを失した危なっかしい家庭状況ということになります。母性と父性の調和というのは、必ずしも母親と父親の調和ではありません。体内からの母子一体の関係に由来する温かく包み込む愛情と、その母子の関係に最初の他者として現れ、社会のルールを教える理性的な働きかけの調和であります。この両者のバランスが取れているのが理想的な親子関係ですが、一方が欠けたり過剰であったりすると、家庭の在り方に歪みが生じ、特に子どもの人間形成に悪影響を及ぼすことになります。この母性と父性のバランスは、二代神柱様がおっしゃった水と火の調和についての風呂の例えを思い起こさせます。お風呂というものは、火と水の程よい調和、釣り合いがあってこそ気持ちよく入れる。熱すぎたら火傷をするし、ぬるすぎたら風邪をひいてしまう。その火と水の調和に、我を捨て身を委ねるからこそ
心地よく入れると身近な例でお話しくださいました。そうしたところから不正が強すぎるとぬくもりのない冷たい家庭になりがちであり、逆に母性が強すぎると自己中心的な規範意識の薄い子供になりかねないとされます。実際、いろいろな形で死のコントロールに水が使われています。人体の発汗作用もその例と申せましょう。暑くなるとぬくみが過剰にならないように汗をかき、その気化熱によって体温を下げる。そのバランスによって一定の体温を保っています。こんな話をしましたのも、いわば盲目的になりかねない母子関係を理性や常識で健全な形にコントロールするのが父親の役割だということを申したいからであります。そう思いますと、父親不在と母子密着が一枚のカードの裏表だということがよくわかります。母性と父性のバランスと申しましても、実際には死別や離別によって片方の親だけに育てられる子どもも少なくありません。しかし、たとえ両親が揃っていても、不在がちで存在感の薄い父親の場合には、父性が欠如しているということになりましょう。そんな場合、まず父親自身がその役割に目覚めて、余震は仕事で疲れていても、努めて子供と話をする、あるいは飲む機会を減らしてでも子供と一緒に食事をする、遊ぶといった努力を払ってもらいたいものです。また、母親の側にも自覚的に父性の欠如を補い、母性の過剰を抑える努力が必要かとも思います。さらには、父親に代わってしつけるルールを教えねばならないこともあるでしょう。付け加えれば、不在がちな父親を軽視するのではなく、父親、夫を立てる心配りがあれば申し分ないと申せましょうか。いずれにせよ、母親が一人二役をするのは容易なことではありません。また、よほどしっかりした自覚がなければなりません。その意味では、周りの人のサポートがあることが望まれます。そこには、家族のありようをわきまえた教会メンバーや養母が果たせる役割が少なからずあるように思います。ここまでが天理教の家族観の前編でございます。次回は、後編として原点に見るご教示からお話をさせていただきたいと思います。